吉谷の流儀第73条ですね。今回は、環境に投資をしなければいけない理由ですね。環境に投資をしなければいけない理由です。はい。まあ、環境にね、投資をしろってめちゃめちゃ言われるわけじゃないですか。じゃあ、これなんで環境に投資しないといけないのかっていうところをちょっと深掘りしてね、お伝えしようかなと思います。まあ、この多分ね、まあ、めちゃめちゃ聞く話だと思うんですよ。環境に投資しろみたいなね。うん。で、まあ僕、いろんな教材売ってるんですけど、なんだろうな。無料と有料の違いって何だと思います？これね、買い方、まあ買い方術っていうのもあるっちゃあるんですけど、要は、無料で成功できるんだったら、無料で成功できるんですよ。まあ、これが本当にわかりやすい理由で、わかりやすい話がダイエットですね。ダイエットってみんなその痩せるノウハウってみんな知ってるじゃないですか。食事制限して、まあ、適度にちゃんと運動すれば、痩せられません？誰が考えてもわかりますよね。だって、摂取カロリーと消費カロリーのバランスじゃないですか。それ以外あります？太るって。なんか全然食べてないのに私太るんですよっていう人います？いや、私毎日なんかパン1個なんですけどめちゃ太るんですよみたいな。なかなかないっすよね。多分なかなかないと思うんですよ。太る理由って単純に食べてるだけじゃないですか。じゃあなんで食べちゃうのかって話で、要はね、その太る環境にいるから太るんですよ。例えば冷蔵庫開けるじゃないですか。じゃあ冷蔵庫開けて食い物あったら食うじゃないですか。で、その環境にいるから、なんかマインドとか関係ないですよ。ね。まあ、関係ないって言ったら語弊があるかもしれないですけど、じゃあ冷蔵庫開けた時に食いたいものがあります。じゃあこれを我慢する上ではマインドが必要かもしれないけれども。ね。じゃあ、チョコレートが入ってます。うん。あ、食べたい。いや、ダイエット中、バンみたいなね。まあ、これはマインドが必要だと思います。ただし、ね、ただしですよ。開けた時にチョコレートも何もなかったら、食うもんないじゃないですか。いや、なんか、走ってコンビニでチョコレート買いに行くとかなしですよ。食えないじゃないですか。だから、結局、ダイエットを成功させるためには、ダイエットが絶対的に成功する環境にいれば、環境、成功するんですよ。で、そうじゃないですか。だって、冷蔵庫開けても食いたいもんないんだから。ね、棚探してもお菓子ないんだから。ね。そこあるからですよね。うん。あと、なんか、アマゾンで注文するとかなしですよ。それはちょっとマインドが必要かもしれないですって。自宅に配送されちゃうんで。だから結局、その環境を作れば自動的に成功するんですよ。マインド関係なしに。申し上げますね。環境を、成功する環境を整えれば自動的に成功せざるを得ないんです。まあこれダイエットの事例がわかりやすいと思います。でも、これネットビジネスに、ダイエットもなかなかそういう環境を作れないですよね。買っちゃうとか。あとまあ今コロナなんでそんなに出れないとは思いますけど、やっぱちょっとね、コンビニ行ってなんか買っちゃうとかね。やっぱその、無人島で暮らしてるわけじゃないですから、やっぱ、身近に誘惑ってたくさんあるわけですよ。まああとは友達に誘われるとかね。上司に飲みに誘われるとかね。そういう環境下にやっぱいるっちゃいるじゃないですか。だからそこで、じゃあそれを断ち切るためにマインドが必要だよっていうと話でもあるんですけども、ただし、マインドがなくても環境を作ることができるならば、成功するよと。じゃあ、この環境を、今の話を汲み取っていただいて、じゃあ環境が大事だよね。環境揃えればやるしかないって話になるじゃないですか。じゃあ環境にお金を使っていきましょうって話なんです。でも多くの人って、この環境にお金を使うというよりかは、そのノウハウにお金を使うわけですよ。で、ノウハウももちろん大事ですよ。やっていく上でハウツーっていうのは大事ですよ。戦略だったりノウハウだったり勉強していかないといけない部分ありますから、それは大事なんだけど、でも、それを結局、やらないといけないですよね。大丈夫ですか？
そのノウハウを買ったらなんかノウハウが勝手に働いてくれて、ノウハウが勝手になんか稼いでくれるとかなくないですか。ノウハウは誰がやるんですかって話じゃないですか。そのノウハウは誰がやるんですか。自分ですよね。まあその代行業者とかね、自分の人生代行業者っていうのはね、自分の努力代行業者とかいるんだったら別ですよ。自分が努力しなくてもその代行業者が努力してくれ、自分の代わりに努力してくれてやってくれるみたいなねなわけないですよね。自分がやらないといけないんですよ。だから大切なことはそのやる環境をどのように整えるかっていうのがまずマストで考えないといけないと。なぜならばノウハウを買っても結局それをどの環境でやるんですかって話ですよね。大丈夫ですか。でこれ一回ブログでも書いたんですけど、スタバで30キロ離れたスタバまで行く理由みたいな感じで僕書いたんですよ確か。でそれなんか読者の方からね、結構ちょっとなんかね、 K 君からちょっとね反応いただいたんですけど、スタバに必ずいますみたいなねそうでなんかまあ鹿児島ってスタバまでね僕のところから30キロぐらいあるんですよ。車で往復30キロかな、片道30キロ、片道30キロかな。だからスタバ行くって言ったら結構ね、気合い入れていかないといけないんですよ。まあ東京だったらまあそこら辺にあるかもしれないけど、鹿児島ってあんまないんですよスタバね。だからスタバに行くって言ったら気合い入れていかないといけないんですね。でなんでわざわざねそんな何十キロもかけてスタバに行くのかっていうと、要は僕も人間ですからモチベーション上がんない時もあるわけですよ。で特に今年から僕毎日ブログを書いてるんですね。で毎日ブログ書いてるんだけど、同じ環境だとなえるんですよマジでいや僕も結構マインド強い方ですけど、やっぱりなえます、人間なんで。同じ環境でね、同じ事務所でこうやってるとやっぱきついんですよ。だってその人間って変化がないと堕落していくんですね。まあそこのぬるま湯に使っちゃうみたいなうん、だからなんか分かりやすい例で言うと、新入社員の時のモチベーションと働いて3年後5年後のモチベーションです。要は新しい環境に行った時ってドキドキワクワクみたいな感じなんですよ。新入社員として初めて出社する時ってドキドキワクワクじゃないですかね。もうバクバクっすよね。だけどそれもうルーティン化されるとめんどくせえなみたいな感じじゃないですか。大丈夫ですよね。僕、綾小路きみまろさんのあれが好きなんですけど、あれから30年みたいなね。夫婦生活、あれから30年みたいなね。めっちゃ好きなんですけど、ね、一番最初の初、なんか恋愛してた時はね、もうめちゃめちゃ好きだよ、みたいな。君しかいない、みたいな。こんな感じじゃないですか。でも、あれから30年みたいなね。だから人間って、刺激がないと、なえるんですよ。そういうもんなんです。逆に30年、これもし30年間、その、一番最初に付き合った恋をずっと保ってる人がいるんだったら、神です。ゴッドです。多分ゴッドですね。その仏様ですね。ずっと、ラブだよ、みたいな。これね、なかなか難しいと思いますよ。それが人間なんで、まあ僕も普通の人間なんでゴッドではないですから、だからまあ30年ね、その初恋というかね、その恋心をずっと抱いてると、毎回ときめくだったらゴッドですマジで、だから人間ってなえるんで、だから30キロ離れたとしても行ったところにすると、30キロ離れたところにわざわざ行ってるっていうのもあるし、でスタバっていうね、まあその僕あんまスタバ嫌いなんですよ。タバコ吸えないんで。だけど、たまーに行くんですよ。で、なんで行くかっていうと、スタバの環境がちょっとおしゃれじゃないですか。なんかシャレオツっすよね、スタバって。だからそのシャレオツなところで、パソコン、ノートパソコン、マック、プンって広げて、プルプルってやってると、なんか俺できる人間だぜみたいに、なんかね、勝手になんかそうなるんですよ。だから、やってほしいんですけど、スタバでね、まあこれもね、スタバ行きまくってるとそういう感情になんないかもしれないですけど、スタバ行ってね、プンみたいな。しかもね、これね、地方のスタバ、まあ、鹿児島のスタバでマック広げてる人、まあ、少ないっすね。マジで少ないっすね。一人二人っすよ。いても。マジで。でも東京のスタバはね、みんなマック広げてるんで、ライバル激戦区なんですけど。
だからまあ自分がね、マックで、スタバでマック広げても、東京だと大した、あれないんですけど。けど、田舎のスタバでマック広げると、なんか、ライバルいないんで、なんか俺できるぜ、みたいな。っていう、勝手に自分でね、なんかその、モチベーションというか、なんかその、感じ方が変わって、で、なんかこう、やる気になるというか、その、スイッチングするんですよ。で、ネットビジネスって結局、そういう作業の積み重ねなんですね。そうじゃないですか。動画もそうだし、ブログもそうだし、その日々の積み上げでしかないんですよ、ネットって。例えば、めちゃくちゃ有名人だったら別ですよ。例えば、江頭さんとかは、もともとそのテレビ番組でずっと何十年も出てて、まあ、ある一定の人に、ね、コインファンがいて、そっから YouTube 始めました。もう認知度あります、ある程度。ある程度認知度あります。で、YouTube 出ました。一気に100万人とかね。7日で100万人とか。だからそれは、そういう芸能人の人だけなんで、一般の人って積み上げるしかないんですよ。てか、江頭さんも積み上げてますからね、テレビ時代。そうじゃないですか。江頭さんもなんで YouTube 行ってバーンってなったのかっていうと、テレビ時代積み上げてますよね。大丈夫ですよね。どれだけ体張って積み上げてきたのか分かんないぐらい積み上げてると思うんですけど。それで YouTube に行ったらバーンですよね。だから結局、まあ、芸能人の方も、積み上げの下積みみたいな言葉ですかね。下積み期間ってあるわけですよ。やっぱり。大体は。まあ、たまにね、スーパースターがいますけどね。うん。でも、一般人ってそうじゃないので、誰もあなたのことを知らないし、誰も僕のことを知らないんですよ。だから、日々のブログの積み上げ、日々の、動画の積み上げ、日々のツイッターの積み上げとか、もう常に発信して知ってもらうってことを積み上げるしかないんです。で、その積み上げがアクセスになってお金に変わる、広告収入だったらお金に変わる、あとはコンテンツ販売するんだったらそれが信用に変わったりとか、それでアクセスが来てその商品を売っていくとかね、まああるんですけど、それをやらない限りお金稼げないですね。だからこれ結構ね、勘違いしてる人がいて、大事なのは自分がやれる環境をどう作るかっていうところがめちゃくちゃ大事なんですよ。だって本当にどんなにノウハウ買ってもやるの自分なんで。そうじゃないですか。だからお金払ってでも、これね本でもあるんですけど、ちょっと探しておきますね。確かね、10分でもコーヒー屋さんに入れみたいな本があるんですよ。なんだったっけな、結構いい本なんですけど、まあちょっと探して、この YouTube の下に入れておきます。15分でもファミレス、コーヒー屋さん入れみたいな本なんですけど、まさにその通りで、その一杯、例えばね、スタバ行った場合、一杯400円とか500円するじゃないですか。グランテで、僕あんま、グランテだったか?なんか大きいやつ頼むと、なんか高いじゃないですか、500円とか。ね、でかいやつだと。でね、ブログまだ稼いでないのにね、稼いでないのにブログの1記事書くのに500円払うってどうすか。ちょっと微妙っすよね。どうすか、まだ稼いでないんですよ。稼いでないけどブログの1記事書くために500円払うって、なんかちょっとな、もったいないなと思う人多いと思うんですよ。稼いで、それはあなたは稼いでるからでしょってなりません？いやいや、それ稼いでるから、お金あるからまあスタバ行けるか、お金ない人、スタバ行けねえよ、みたいな。ね?いや、違うんですよ。だから、それ、違うんですよ。いや、お金がないからこそ、環境にお金を使ってお金を稼がないといけないんですよ。ただし、ね、同じ環境で、さっきも言った通り、同じ環境でずっとモチベーションを維持できる、マインドがめちゃめちゃ強い、もしくはゴッド、ずーっと初恋をね、維持できる。それだったらできますよ。めっちゃ好きやねんみたいな。30年後も。嫁さんのことめっちゃ好きやねんみたいなね。なんか逆に嫁さんに嫌がられるみたいな。もうキモいってあんたみたいなね。わかんないですけど。まず、例外はいると思いますよ。ただし、本当になえるんで、その環境にお金を使う。お金が稼ぎたいわけなんで、お金が稼ぎたいわけだから、その積み上げをどれだけするかじゃないですか、ネットビジネスって。だからその積み上げることに対してお金を使っていく、環境、同じ環境できないんであるならば。
だこれね結構ねシフトチェンジ、考え方の思考チェンジをするべきです。だから今日できてないこと自体がお金を稼ぐっていうスピードがもうすでに遅くなってますからね。今日何もできてないっていうこと自体がもう稼ぐスピードを遅めてるんですよ。だから今日できる環境を今日作ったのかっていう話です。もう一度言いますね。今日できる環境を作ったのかって話なんです。でこれね結構ね重要だと思いますね。例えば僕の事例をお伝えすると、以前あのコピーをね何個か任されてた時期があるんですよ。で僕もうあんまりコピーね他の人のコピー書きたくないんですよ。ただですよ、起業当時、独立した当時ね、そんなね甘いこと言ってられないんですよ。やりたくないこともやっていかないといけないわけですから、ね依頼受けて、だから昔歯磨きの LP とかも作ったんですけど、歯磨きの LP、あ、ホワイトニングか、ちょっとやりたくなかったですけどホワイトニング変えたことねえよみたいな話でいい人やりますよみたいなね、まあ、お金ね稼がないといけないですからだからじゃあやりたくないですよ、めちゃくちゃやりたくない。じゃあホワイトニングのその LP とかもね、もうやりたくねえなと思いつつ、じゃあでもやりたくないけどやらないといけない、じゃあもうファミレス行こうみたいな、でファミレス行ってふう終わったみたいな、で何個かあったんですよ。よし次行こうみたいな、でファミレスまた行って、次 B のファミレス行ってまたやって、終わった次だみたいなね。だから、なんだファミレス渡りですね。ガストとかジョイフルとかジョナサンとか、なんかまあそこら辺をなんか3個回りましたよ。そう、あとサイゼリアとかね、なんかいろいろ回って、で終わったら次と思ってで終わらしてたんですけど、だから本当に自分がやる環境ですよね。だから要はね、その移動するときも結局どういうことで移動考えて移動してるかっていうと、結局次の仕事をするために、次の仕事を終わらせるために違う場所に行くわけですよ、ノートパソコンを持って。でね、そこでやらないという選択がなかなかないんですよ、僕の中ではですよ。だってお金払ってるわけですし、そこでね、よし、サイゼリアでね、ドリアでしたっけ、なんかドリア食べに行ってんだったら別ですけど、ね、仕事しに行くぞって言って、ドリンクバー頼む。で、これで仕事しないっていうのは、なかなかない。逆に、仕事でそこ行くぞっつって、パソコン開けずにドリンクバー飲んで帰るって、それはね、ちょっとマインドですね。さすがに。それはマインドがないと思います、でもじゃあ逆にですよ、じゃあサイゼリアがダメだったら一杯1000円のコーヒー屋さん行ってみてくださいよ、ね、一杯1000円のコーヒーを飲む目的で行くんではなく、一杯1000円のコーヒーを飲む目的で行くんじゃなく、そこの環境ですよね。多分1000円のコーヒーが出てくる、多分コーヒー屋さんで多分シャレオツだと思うんですよ。雰囲気めっちゃ出てると思うんでね。なんかそこに行くじゃないですか。でそこに行ってそこもやらないみたいなね。マジかみたいな。でもやるでしょ。1000円払ってるんですよ。じゃあそれもダメだったら、じゃあ3000円払ってください。3000円払ってもやらないですか。じゃあ1万円払いましょう。ってなったらやりません。だって1万円払ってまで仕事しに行くんですよ。やるでしょ。それでやんなかったら金稼ぎがあんのかって話ですよね、逆に。それでもやんないんだったらそれは稼ぐ気ねえだろそもそもみたいな、そもそも論になりますね、そうなってくると。だから結構環境にお金を払うっていうことに対してのなんか明確的な理由だったり、明確的な根拠だったりとか、なんかぼんやりね、なんかみんなが言ってて、みんなやったらその環境に投資しないといけないのかなみたいなね、思ってる人多いと思うんですよ。じゃなくて自分の中で腑に落として、なぜ環境にね投資しないといけないのかっていうのを、こうだからこうだこうだこうだ、確かにそうだよな、逆にそうだよなみたいな、
っていうふうに自分で腑に落とさないとダメです。で、極論言うと、先ほども何度も言ってますけど、ネットビジネスは積み上げですし、あなたのこと誰も知らないし、あなたが作ったサイトも誰も知らないですよ。ライバルめっちゃいます。ライバルめっちゃいるし、サイトも何億サイト、何兆サイトあるじゃないですか。その何兆サイト、何系サイト、多分世界規模で言ったら何系ぐらいあると思うんですけど、もっとあるかもな。その中で選ばれないといけないですよ。大丈夫ですか？ YouTube も相当今動画あると思いますけど、その中で選ばれないといけないわけじゃないですか。選ばれないと稼げないですよね。じゃあ今日やってないってことはもうもはやオワコンですよね。そうだと思いません？で、しかも経験がないわけじゃないですか、最初って。じゃあ今日、その経験することしてないんですよ。稼ぐための。今日稼ぐための経験しました？って話で。じゃあいきなりね、経験値100になるのか、一日で経験値100になるのかってならんよ。ならん、さすがに。無理無理。さっきね、さっきね、大工のね、大工の方が今コンサルしてるんですけど、その大工の方にも言いましたもん。なんか今 YouTube やってるんですけど、いや、1ヶ月足らずで家建てられますみたいな。大工になってね、1ヶ月で家建てられますみたいな。無理じゃねみたいな。親方よりすげえ家作れるみたいな、1ヶ月で。それないでしょみたいな。だから、最初経験値積まないでいいなんかもうちょっとやりましょうみたいな話をいろいろとね、まあ、細かく言ってったんですけど。だからね、まあ経験はね、つけないとダメですよ。だから今日経験積んだのかと。じゃあ経験するための環境は作ったのかと。ね。環境を作れば経験できるし、しないといけないですよね。だそうやって稼ぐための階段を登っていけって話です。今日稼ぐための、ここのね、頂点を目指しているんだったら、今日その階段登りましたと。階段登るためには経験必要だよと。じゃあその経験今日作ったのみたいな。みんなね、ここやってないですよね。だから本当に、自分がやれる環境に金を使うべきです。マジで。それが100円でもいいです。300円でも。だから、ドリンクバー180円とか、200円ぐらいでいけるじゃないですか。それで200円の投資でかけるんだったら、行きましょうと。で、それがダメだったら図書館行くとかね。市営図書館とかはタダじゃないですか。じゃ図書館行ってやればいいじゃないですか。ね？お金がないんだったら。申しますね。お金がないんだったら市営図書館行けと。図書館無料ですから。ね？そう。市民税とかから多分市営図書館でできてると思う。税金払ってるのが使いましょう。ね？とか、お金ないんだったらそういう場所に行けばいいだろうし。まあ別にフリースペースもどっか探せばあるだろうし。あと、僕が、あとよくやるのが、マックスね。マクドナルド。マクドナルドの僕はいつもこれも注文するんですけど、コーヒー100円とハンバーガー100円、これ200円です。で、小腹もちょっと空いてるな、みたいな。その時はもう、マクドナルドですね。もうマクドナルドで僕絶対注文するのが、もうここなんですよね。コーヒー100円とハンバーガー100円。もうこれしか頼まない。だから、マクドナルド行ってなんとかバリューセットとか頼んだこと最近ないですね。多分ここ、5、6年か分かんないですけど、バリューセット頼んだことがないです。だって、ハンバーガー食いに行ってるんじゃないんですよ、僕が。マクドナルドに僕が行く目的って、ハンバーガー食いに行ってるわけじゃなくて、ね、仕事やるために、マックって結構コンセントあるとこ、まあまあ多いんですよ。コンセントあるところ。だから、コンセント充電みたいな。でも、タバコ吸えないんですけど、電気タダなんで。で、その小腹空いてるときは、ハンバーガー1個と、コーヒー1個です。これもうマストですね。てか、マジでバリューセット頼んでないですね。マジでバリューセット頼まないですね。たまにちょっとね、贅沢でチーズバーガー頼む場合ありますね。たまにちょっとチーズバーガーみたいな。そう。でもやる目的はね、ハンバーガー食うことが目的じゃないですからね。仕事することが目的なんで。だけど、めちゃめちゃコーヒー、まあ、コーヒー飲む人だったらわかると思うんですけど、あんまり空腹で入れまくると結構きつくないですか？なんで、ちょっと入れておこうかな、みたいな。これね、ほんと大事ですね。稼ぐ上でマジで大事です。環境に投資するっていう。だから僕もお金ないですけども、まあ、MacBook Pro とかもね、
50万で買ったわけですよ。人生で初めてですよ、50万のパソコン買ったなんて。でもあの金利手数料無料の24回払いアップルキャンペーンに乗って、あ、僕あのローンで買いましたから、ね、50万高えな、これ50万の一気になくなったらもうキャッシュフローきついわみたいな。だけどあった方がいいんで、だってパソコン1台でね飯食うぞってやってるんでね、そのパソコンがいい方がいいじゃないですか。しかも僕一人でやってるんで、一人でカスタマーサポートも誰もいないですから、一人でやってるんで、できるだけじゃあそこは仕事に使うものはできるだけいいのがいいですよね。うん、だからこれはねやっぱビジネスこうやるようになって、お金があるとかないとか関係なく、どこにお金を使うべきなのかっていうのをすごく僕は勉強できたかなと思ってます。うん、だから別にね無理やりお金使うことはないんですけれども、ただしお金稼ぎたいんだったらどこに金なくても使うべきかっていうのを考えた方がいいです、本当に。だって今日経験積んでないこと自体がもう稼ぐ階段は歩んでないんで。うん、はい、ということでいろいろお伝えしましたけど、今回は終わりたいと思います。まあ本ちょっと探しときますんで、それ結構いい本ですから、これ YouTube の下に入れておきますんで、はい、では終わります。ありがとうございます。